ブルーの曲聴いてください。Yeah.
年中学校ってあったんですけども、その閉校のメモリアルソングを、13名の生徒と一緒に作った曲をお送りしました。スラビットの花子と言います。そしてこの間アンコールのタイミングをみんなバッチリだと思ったんだけど、アンコールなかったってことで大丈夫ですかってありがとうございましたって言ったらパチ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 って自然にアンコールしていただけるとやりやすいです。どうぞありがとうございました。そうです、そうです、そうです、ありがとうございます。はい、すいませんありがとうございます。はい、アンパンマンやる、いい曲やらないとダメかな。どっちがいいですかね。こっち知ってる、こっちが知ってる、どっちも知らない、見えない、どっちだ、どっちでもいい、アンパンマン、こちらでもじゃあトトロにしようか、アンパンマンにしようかなと思ったけど、トトロでトトロにしよう。散歩からの、散歩からの明日仕事、明日まで仕事頑張れる。あ、でもゴールデンウィークも仕事の人は頑張ってください。そんと歌って終わろうと思います。じゃあ散歩。湘南の方のミスターマックスっていうところで、お昼前とお昼頃から2ステージあるんですけども、ちょっと子供向けの曲を入れつつやってよということなので、ちょっと元気めの曲でこういう曲を入れつつやろうかなと思ってます。さあでは、ちょっとみんなに無理やりアンコールをさせたんですけども、最後の曲は、まあ、明日まで仕事の人もいるし、そのゴールデンウィークも仕事の方もいると思うんですけども、おそらく明日は仕事の人が多いんじゃないかなと思うので、この曲にしようかなと思います。まあ、いろいろね、こう、まあ、学校でも社会でもね、いろいろこううまくいかないこととか、それ違うんじゃないって思ってもそのことを言えなかったりとか、いろいろモヤモヤすることは多いと思うんですけども、まあ、道場ライブだったりとか、まあ、飲みに行ったりとか、まあ、いろんな、まあ、趣味ねあると思うんですけども、仲間とワイワイしたり、一人の時間を楽しんで、また明日からリスタート頑張ろうという、そんな曲となっております。言っときながらちょっと待って。ありました。リスタートという曲を聴いてください。どこかへ
集していただいたりとか送っていただけたらと思います。散髪ちょっと長いので気をつけて。終わりにしようかなと思います。今の曲は陽光台湾っていうミニアルバム10曲入り2000の、はい、ミニアルバムに収録されてますので、ぜひ、よかったら手に取ってみてください。そしてこれなんか6月10日に見えないってすごいみんなに言われるんですけど、10分の6じゃなくて6月10日日付です、はい。ライブはいっぱいあるんですけども、この日が、一応事務所所属ラストのライブになります。あとはワンマンライブもう一個あって、4月30日に、大和の遊びというところで、あと9席で完売なんですけども、かばしまゆみちゃんっていう、子がピアノをゲストで何曲か弾いてもらっての、ワンマンライブがありますので、よかったらぜひ遊びにいらしてください。そのわけで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。そうですね、6月10日にですね、今私ディストロミュージックエンターテインメントっていうところを5年間所属をしていたんですけども、所属をする前というか、その事務所になる前からそのやっていたというか、エスラビトを6年間やってるんですけども、最初の1年は何も所属せずにやっていて、このメンバーで事務所を作ろうということで、創立したのがこのディストロミュージックエンターテインメントというところなんですけども、まあ、創立前からのメンバーではあったんですけども、ちょっといろいろこれからの自分の人生を考えたときに卒業しようということに決めまして、この事務所のスタッフとかともずっと話し合いを1年ぐらい続けてきて、6月10日に、をもちまして卒業するということになりました。とはいえですね、トーク支援活動というのはその元メンバー、そして事務所の今、ね、代表やってますけども、と一緒に続けてきたものなので、完全に離れるというわけではなくて、東北支援に関しては一緒にこれからも協力してやっていこうとか、そういうところあるので、 100% が、まあ、大体 10% ぐらいは一緒になるという感じのイメージで、あとは、これからもいろいろ挑戦していこうかなという気持ちであります、まあ、そんな最後の、事務所所属の最後のライブが6月10日館内のカモメというちょっとグランドピアノがあるところなんですけども、ここでバンド形態で行います。ぜひ、よかったらこの日にしか見れないライブだと思いますので、お席も半分を切ってます。75席限定なんですけども、今49席ね埋まってますので、よかったらそれにもいらしてください。さあ、そんなわけでその卒業にちなんで、卒業というか閉校式の曲なんですけども、福島県小野町というところの観光大使をしてまして、中学校が閉校したんですけども、59年の歴史のね、その時に閉校式の記念ソングを中学生と一緒に作りました。その曲をお送りしたいと思います。途中、音が切れるとこがあって、ずれたらすいません。